ヨシシベナユンはイスラエルリモナ出身の同国代表の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。1997年、17歳で自国のハポエル、ベルシェバ FC にてプロキャリアをスタートさせる。1年目にして15得点を記録するもチームは2部に降格してしまう。しかし、この活躍が認められ翌シーズンにより、イスラエルプレミアリーグの名門マッカビハイファ FC へ、 遺跡。2000から2001シーズンにはリーグ優勝を達成し、このシーズンのリーグ最優秀選手にも選出された。さらに、2001から2002シーズンにはリーグ連覇を達成した。2002年、リーガーエスパニョーラのラシン・サンタンデールへ遺跡。バリアドリードとの開幕戦にてリーガーデビューを果たす。その後は、毎年最終節まで残留争いを演じていたチームにおいて、 三シーズンにわたりチームの一部残留に貢献した。また、2004から2005シーズンの33節には、ハットトリックも達成している。リーガで三シーズンを過ごし、2005から2006シーズンからは活躍の場を、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC へ移す。2005年8月13日の、ブラックバーン・ローバーツ FC 戦にて、プレミアデビュー。 FA カップではチームを決勝にまで導いた。2007年7月12日にリバプール FC に移籍。移籍金は推定500万ポンドとみられている。リバプールに移籍するにあたり、ベナユンの実力はビッグクラブに見合うものなのか否かという会議的な意見が少なからず見受けられた。しかしチームの窮地を救うゴールを幾度も上げるなど、 リバプールでも攻撃にアクセントをつけられる貴重な存在として活躍している。特に08、09シーズンは UEFA チャンピオンズリーグのアウェーのレアルマドリード戦では決勝点4から4という劇的なスコアとなったプレミアリーグのアーセナル戦ではロスタイムでの同点弾を含むにゴールなどビッグクラブを相手にした活躍が高い評価を得ている。2010年7月2日に ジョーコールと入れ替わる形で、チェルシーに移籍金550万ユーロの3年契約で、移籍。8月8日のコミュニティシールド、マンチェスターユナイテッド FC 戦で、チェルシーでのデビューを飾ると、プレミアリーグ第2節のウィガムアスレティック FC 戦で、移籍後初得点を挙げた。しかし、その後は、故障に苦しんで、わずか7試合の出場に止まり、ゴールも、 前述の得点が最初で最後のものとなってしまった。2011年8月31日、レンタル移籍でアーセナル FC に加入した。途中出場がメインだったものの、19試合で4得点を挙げた。2012年9月1日、レンタル移籍でウエストハムに5年ぶりに復帰。2013年6月30日、チェルシーはフロラン・マルダ、パウル・フェレーラ、 ロスターンブルと共にベナユンの契約満了による対談を発表、その後無所属の状態が続いたが、12月10日に、フットボールリーグチャンピオンシップのクイーンズパーク、レンジャーズ FC に加入した。2014年6月7日、古巣の真っ赤ビハイファイ FC へ復帰した。その後イスラエル国内のクラブを渡り歩き、2019年4月に現役引退を表明した。 1996年に U-16UEFA 欧州選手権に出場。1998年11月18日のポルトガルとの親善試合で18歳にして A 代表デビューを飾った。1999年9月5日のユーロ2戦予選キプロス戦で代表初得点を記録。イスラエル代表の中心として活躍し、 ユーロ2008予選からはキャプテンを務めている。1999年9月8日のサンマリノ戦と2010年9月3日のマルタ戦の2度、ハットトリックを記録している。2007から2008シーズン UEFA、チャンピオンズリーグのグループ A 第4節、ベシクタシュ JK 戦では、チームは8から0という大会最多得点差で勝利を収めたが、この試合で、ベナユンは、 ハットトリックとにアシストの大活躍を見せた。ありがとうございます。